スポルティングで基本は、スペインアストリアス州基本に本拠地を置くサッカークラブ。1905年7月1日に創設された。愛称はロヒブランコス。ホームスタジアムであるエルモリーノンは1908年に建てられており、スペイン国内のプロサッカー場としては最も歴史のあるスタジアムである。 ラリーが通算順位表では15位に位置し、セグンダディビション B 以下でプレーしたことのない9つのクラブの一つである。同じアストリアス州内のレアルオビエドとライバル関係にあり、両クラブが同じデビジョンに属している時にはアストリアスダービーが行われる。昇格を祝う選手とファンたち1905年7月1日にスポルティング・ヒホネスという名称で設立され、アンセル・モロペスが 初代会長となった。1912年には、スペイン国王のアルフォンソ13世が、スペイン王室の日号を与え、国王の王を表すリアルを、クラブ名に取り入れて、レアルスポルティングクルブヒホネスと改名した。1916年には、現在の名称である、レアルスポルティングでヒホンに改名した。1941から42シーズンから3シーズン続けて、 西軍ダ・ディビシオンで優勝して昇格プレイオフに出場し、1943から44、シーズン終了後には初めてプリメイラ・ディビシオン昇格を決めた。1970年代後半と1980年代前半には、クラブの黄金期を迎え、リーグ戦とカップ戦で優勝を争った。1970年代には、キニがプリメイラ・ディビシオンで3度得点王のタイトルを、 獲得し、1981から82シーズンと1982から83シーズンには2シーズン連続でコパデルレー準優勝を果たした。また、1977から78シーズンから1997から98シーズンまで21シーズン連続でプリメーラディビションに在籍し、この期間中には UEFA カップに6度出場した。 ラウンド32に4度、ラウンド16に2度進出しており、直近の出場は1991から92シーズンである。1997から98シーズンは無残な成績で、西軍ダディビシオン広格となり、1998から99シーズンから2007から08シーズンまでの10シーズンは西軍ダディビシオンでプレーした。 2007から08シーズンは、セグンダディビシオンを3位で終え、11シーズンぶりのプリメーラディビシオン昇格を果たした。2008から09シーズンは開幕戦から5試合で2 7失点を喫したが、その後は、強豪のバレンシア CF やセビージャ FC に勝利するなど検討した。降格もやむなしと思われたが、34節まで引き分けゼロという攻撃サッカーを貫き、 14位で残留を決めた。敗戦数はリーグ最多対、失点数は断突でリーグ最多だった。2011年4月2日のレアルマドリード戦に勝利し、ジョゼモーリーニョ監督が続けていたホームで9年間、負けなしという記録を途切れさせた。日本紙のハタスポルティング基本のハタクラブ創設当初から、 赤と白の縦縞のユニフォームを着用している。現在、赤と白のユニフォームを着るアスレティックビルバオとアトレティコマドリードは1909年まで青と白のユニフォームを着ており、赤と白の縦縞でプレーしたプリメーラディビシオンのチームはスポルティング基本が最初である。この配色は基本市の公式機に由来しており、基本市の公式機は1845年に、 誕生した基本沿岸州の旗に由来している。古い歴史を持つ多くのクラブと同じく、当初はユニフォームにいかなるバッジもつけていなかったが、1920年代に初めて公式バッジが取り入れられた。それは伝統的に縦の形をして3つのセクションに分けられ、クラブと死を象徴している。 1931年から1936年までのスペイン内戦中は丸い盾の形をしており、最上部の王冠は城壁冠に変えられた。現在のバッジは逆三角形をしており、赤と白の縦縞が施され、その中央に金色ですと G の文字が配置されている。最上部には国王の庇護の象徴である王冠を置いている。クラブの公式機は重央に 三の長方形で赤と白の9本の横縞で構成されている。中央右寄りにクラブのロゴがデザインされている。大抵のホームゲームでは大部分の席はシーズンチケット購入者か2万千人いるソシオと呼ばれるファンクラブ加入者で占められる。これらのソシオ以外にスペイン国内外に240以上のファンクラブがある。 2008から09シーズンの1試合平均観客数は2万1491人であり、リーグで10番目に多かった。総座席数に占める観客数は84%であり、リーグで5番目であった。スポルティングイスタスと呼ばれるサポーター集団がある。スペインのクラブの中で最もクラブに対する忠誠心はあり、アウェー戦に多く詰めかけ、 活発なサポーター集団の一つであると広く認識されており、試合では素晴らしい雰囲気を作り上げる。スポルティングイスタスに続くサポーター集団としては、ラ・マレオーナがある。2008年6月に、基本市で行われたプリメーラ・ディビシオン昇格を祝うイベントには約30万人が詰めかけた。1978年3月28日に、エスクエラ・デフトボルで、 マレオという名前の練習場が完成し、下部組織も同名のマレオと呼ばれている。練習場としてのマレオは市街地から 7km の距離にあり、112000平方メートルの広さを誇る。マレオではトップチームの練習と下部組織のチームの試合が行われている。現在、マレオには8つのグラウンドがあり、屋内練習場や医療センターを備えた建物も、 併設している。スポルティング基本の下部組織は、優れた選手を数多く輩出することで知られている。1968年にトップチームデビューした、FW 期にはプリメーラディビションで3度、西軍ダディビションで2度得点王のタイトルを獲得し、FC、バルセロナを経て、スポルティング基本で現役引退した。1984年には、 g k ファン・カルロス・アブラネードがトップチームデビューし、1999年までスポルティング基本一筋であった。アブラネードはスペイン代表キャップこそ少ないが二度の FIFA ワールドカップに出場している。MF ルイス・エンリケは1989年にトップチームデビューし、その後は FC バルセロナとレアル・マドリードでプレーした。ルイス・エンリケと同じく1989年に トップチームデビューした DF アベラルドは、やはり、ルイス・エンリケと同じく、バルセロナオリンピック優勝メンバーの一人であり、二度の FIFA フフワールドカップに出場した。FW、ダビのビジャは2000年にトップチームデビューし、バレンシア CF や FC、バルセロナなどで活躍している。スペイン代表として出場した UEFA、欧州選手権2008と 2010FIFA フフワールドカップで、 得点王に輝いた。エスタディオ・ムニシパル・エルモリノン・ピチッチ賞サモラ賞中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は、EU 県外選手を示す。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。1922年から今日に至るまでに基本の監督を務めた人物の一覧である。プリメイラ・ディビシオンで最も長く務めたのは、ホセ・マヌエル・ディアス・ノボアであり、1979年から1999年の間の6期間にわたって、 計227試合を指揮した。ありがとうございます。